1997年に JR 貨物所有の鉄道コンテナとタイアップして全国展開したラッピングコンテナの一例。反対側面も同じである。この他に側面全体が缶入りドライビール写真の2パターンがあった。ラッピング広告とはバス、鉄道車両、航空機、建物等に商品広告を塗装する、または商品広告のフィルムを貼り付ける。 広告手法の一つ。ラッピングとは、包むの意味であり、車体、機体、建物の全体または大部分を商品広告に用いることを指し、車体、機体、建物の一部分のみを商品広告に用いる場合は、ラッピング広告とは言わない。競技では、公共交通機関のバス、鉄道車用、航空機の全体または大部分に、 商品広告を塗装または貼り付けるものを指す。公共交通機関は多数の乗客が利用するものであり、また1日中運行していることから通行人の目に求まりやすく、特に人口未周知の都市部では多人数への到達という大きな広告効果が期待できる。2003年11月、都営バス日本においては、公共交通機関、特に公営の公共交通機関は、 運賃値上げが容易ではなく収支が悪化し赤字経営となっているものが少なくない。そこでこれらの車両にラッピング広告を施し収益源にする手法が日本国外ですでに実施されていたことから日本においても同様の広告を実施することが議論されてきた。最初期のものとしては1964年に長崎電気軌道の路面電車で実施されたものとされており、 地方都市では1970年代から、政令指定都市の公営交通では1999年9月に仙台市交通局で実施されたのが最初である。経済的な効果が大きい広告手法として注目されたのは2000年に東京都交通局において導入されたものからである。といえばでは当初は脇見運転の誘発や、 景観破壊の懸念などの意見もあったが、審査委員会の事前審査という条件の下で実施が開始され、都電荒川線、都営地下鉄も含め一定の収支改善の効果を上げている。東京都では、実施に合わせ2000年4月に屋外広告物条例を改正し、それまでの広告面積2.7平方メートルまでの規制を30平方メートルに緩和。場所は、 全面と天井を除くものとされた。2001年10月にも再改正され、地上を走る電車では表面積の10%までの広告が許容された。その後、横浜、川崎、千葉、名古屋、大阪、神戸、福岡等の大都市の公営、民営の公共交通機関でも実施されるようになった。また、 1990年代後半から航空会社が機体に他社の広告、有名キャラクターを使用した自社広告を施す例が増加した。航空機は飛行中は広告効果がないが、むしろの塗装の飛行機に乗りたいという需要を喚起し、航空会社にとってのメリットも増加するのが特徴である。その代表例として、JAL ドリームエクスプレスレ例ジャンボ。 全日本空輸のポケモンジェット等がある。東京都においては2001年10月の屋外広告物条例の改正によって観光バス等の広告塗装が可能となった。そのため商品広告のためにバストラック等の車体にラッピング広告したものを繁華街に走らせるという広告手法が取られるようになった。また財政難解消のため公用車に ラッピング広告を導入している実地帯もある。2014年3月、新宿地下2009年かつて、田町駅にあった、キョロスク大規模なものではビルを丸ごと広告にするものがあり、特殊フィルムにより外側からは広告が見え、内側からは外が透けて見え、最高にも問題がないものがある。また、駅構内全体を特定の広告で埋め尽くす手法も、 ラッピング広告の一種とされる場合がある。小規模なものでは、駅構内のキオスクをキオスクで販売する商品の包装紙と同じデザインのフィルムで包む等の例がある。屋外ラッピング広告が普及することに伴い、用いられるフィルムの需要も増加し、住友 3M、プリンター大手の昭和上報機器等の関連企業の事業も成長している。 トエバスは2005年度は全車両の約30%の400台で実施。2004年度の広告収入は約8億円出店。2005年11月6日付、日本経済新聞激しく気圧の変化する中を飛行する航空機にはラッピングを施すことはできず、経費のかかる塗装に頼るしかない。2003年から群馬県大田市は実施。2002年に 東京都港区南青山のプラザ246で実施出展2002年8月22日日本産業新聞柱巻広告駅広告春工社東日本旅客鉄道山手線京浜東北線田町駅構内のキヨスクは2006年に森永製菓のチョコボールウィダーのラッピング広告を施したことがある出展二千六年九月十六日 日経産業新聞、ありがとうございます。